よろしいかな。ねえねえ、すっごい。こんにちは。ねえ、あのさ、いつきくん、それにしてもすごい熱気だな。
キリアと剣矢代の合同ライブだよ。当たり前だよ。キリアさんも言ってたけど、そんなにすごいのか、その剣矢代って。こんなライブ、畑中八房じゃなきゃ打てなかっただろうな。畑中八房、始まるよ。翼が進めてた理由がよく分かったよ。でしょ？キリアさんは歌うだけで、ステージに立つだけで、たくさんの人にパワーをあげられるの。翼？翼？どうかしたの？私も聴いている人を元気にしてあげられる歌、歌ってみたい。キリアさんみたいに輝きたい、ステージの上で。翼、決めた。私決めたよ、美月くん。だからこの前に言ったことは忘れて。この前？お姉ちゃんと違って私はアイドルに向いてないって言ったこと。見ててね、私絶対にアイドルになるから。キリアさんみたいにできるかわからないけど、ファンの一人一人に喜んでもらえる、元気をあげられる歌を歌えるようになるから。なれるさ、応援するよ。今は何をしてやれるかわからないけど、きっと翼の力になる。いつきくんの応援があれば百人力だよ。自力で正解にたどり着いたみたいね、翼ちゃん。
子さん。キリアがこのライブを通して伝えたかったもの、それはきっと今あなたが感じているものよ。そしてそのパフォーマーは翼ちゃんが自分だけの正解を見つけたという証。あなたはたった今新しい才能の扉を開いたのよ。新しい扉。さあこのまま次の八代くんの。俺たちにしか見えてないのか。あれ、体が…ああ、全部めんどくさい。でも、なんでこんなにめんどくさいんだ。何なのあれ、ミラージュの攻撃。でも、あんな現象見たことない。逃がさないわよ。逃がさないと言っているでしょう。どうしてあなたが。私の邪魔をしないその女からは大量のパフォーマーを感じる。殺さず生け捕りにするのよ。私の邪魔をしないでって言ってんでしょ。いつきくん、トーマくん、お姉ちゃん。翼、うん、キリアさん。何をしているの。ここは戦場なのよ。そんな、キリアさんが、キリアさんが。怪我だ。一旦戻って体勢を立て直さねえと。追いなさい。
何かが起ころうとしている。今逃げ出したら渋谷が、いえこの世界がどうなるかわからない。でも私たちだけであんなにたくさんの敵、それにお姉ちゃんだって。甘ったれてるんじゃないわよ。5年間ずっと探してたんでしょ。綾葉を救いたくても力がなかった。手がかりすらも。だけど今はそうじゃない。だったらどんな障害があったとしてもあなたは追わなくちゃいけない。今のあなたたちはミラージュマスターよ。望もうが望むまいがもう当事者なのよ。だったらその運命を呪うのではなく運命を超えなさい。キリアさん、ハヤハをよろしく。早く帰ってこいって伝え。キリアさん。キリアのことは任せて。みんなあとは頼んだわよ。気をつけてね。任せてください、舞子さん。ヒーロー的にはこっから逆転タイムなんで。俺たちがやるしかないんだ。大丈夫だ翼、俺たちがついてる。行こう。ここが…お姉ちゃん、どこにいるの？いつき、翼から目を離さないで。わかった。クロム、力を貸してほしい。ああ、任せろ。よっしゃ！俺たちも気合い入れてこうぜ、カイン！おお、誰よりも早く戦場を駆け抜けるぞ。これはミラージュの気配。
ひとまずは安全か。はっ、俺が力になる。行くぞ。くっ、初めて見るやつだ。慎重に行こう。バッチリ合わせるからね。それよ、その技でいきましょう。それよ、準備 OK だよ。クラム解き放つ。おお、私から行くね。大変だ。こいつ初めて見るぜ。やってみねえ、やってみねえとわからねえな。やってみねえとわからねえな。どうよ、毒に侵される気分が。まだ倒れないのか。難しいかも。その技で行きましょう。走れ、雷光。ここか。私から行くね。大成功。いいぜいいぜ。出や。どんどん行くからね。さあ、やった。一歩一歩着実に。俺の技、今の樹なら使いこなせる。やったな。やるぞ、イツキ。ああ、それよ。準備 OK だよ。キル、ここか。みんな、ついてきて。決まった。この槍さばきに刮目しな。ざっとこんなんや。みんな気をつけてね。
えい。敵の動きをよく見るんだ。わかった。バッチリ合わせるからね。光の刃よ。この日を逃すな。セッション行きます。決まった。勝てるか。でやっ、やり。うわ、これからも俺は突っ走るぜ。あのさ、敵が現れたぞ。はっ。まずいな。初めて見るやつだ。慎重に行こう。難しいかも。イカズチよ。
敵だ。不意打ちに気をつけろ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。難しいかも。準備 OK だよ。見切った。ここか。セッション行きます。決まった。こいつ初めて見るぜ。セーフ。なんか初めて見るのがいるよ。失敗しないといいな。失敗しない。私のやりさばきいいわね。まずはよし。うわ、ミラージュアタック、いけるぞ。了解。次の手はどういく。そうだな。その技でいきましょう。準備 OK だよ。くらえ。どうよ、毒に侵される気分。私だっていいわね。一歩ヒーローに近づけたかな。強いぞ。一か八かで見切った。やった。私から行くね。決まった。俺たちなら勝てる。するなよ、トーマ。分かってるって。はっ。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。バッチリ合わせるからね。
クロムみたいに。やった、私から行くね。やった、私たちの勝ちだね。この調子で行こう。敵が現れたぞ。せい、油断はできない。それ準備 OK だよ。その技でいきましょう。見切った。ここか。セッションいきます。決まった。うわ、先輩らしいとこ見せねえとな。しっかり立たなきゃ。任せて。俺らのコンビネーション見せてやろう。それで弱点を攻めろ。もらった。ついてきて。閉じるなよ。任せて。決まった。敵の動きをよく見るんだ。分かった。準備 OK だよ。バッチリ合わせるからね。光の刃よ。だな。私から行くね。決まった。やった。この日を逃すな。逃さないんだから。いいわね。まずは俺、この一撃でかっこいいとこ見せないと。いや、その調子だ、いつけ。うん、ありがとう。はっ、おっと。私はミラージュマスターだから。セッション、いける。貫くよ。いいわね。ついてきて。やった。仕事に遅れねえようにな。バッチリ合わせるからね。もらった。どうよ、毒に侵される気分。そうね、いいわね。熱い戦いだったぜ。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いいか。俺を構えろ、イツキ。ひとまずは安全か。せい。
敵だ。一気に決めろ。せい。敵だ。一気に決めろ。やっ。大丈夫、翼ならやれるわ。ありがとう。私頑張るね。いつでもいいぞ。この日を逃すな。やり自信はないけど、その技でいきましょう。バッチリ合わせるからね。準備を、準備 OK だよ。イカズチよ、ここか。セッション行きます。大成功。ぶっ倒してやるよ。セッション行ける。くらえ。どうよ、毒に侵される気分。絶対決めるね。決まった。ここまで。嘘だろ、イツキ。聞いたぜ。翼、落ち着いて。落ち着いてって言われても。カインの力を使いこなす。たぎるぜ。ジャンプル。あと1体。落ち着いて、集中して。やべえ。全て焼き尽くす。よーし、もう一頑張りだね。せい、大成功。みんなありがとう。敵だ。一気に。敵の気配は消えたようだ。おい、誰か助けてくれ。なんだこの声。
そこ見て。誰でもいいからその化け物をどうにかしてくれ。助けよう。すごい威圧感だ。だけど準備 OK だよ。バッチリ合わせるからね。走れ雷光。ここか。みんなついてきて。決まった。さあクライマックスだぜ。いいね。準備をバッチリ合わせるからね。うおー弱点発見。まずは俺。次それ決まった。やった。うっ、わこの戦い絶対負けられないよ。やっよかった。どうしよう。準備 OK だ。バッチリ合わせ。それよ入れろ。ここか。私から行くね。決まった。勝てるか。バッチリ合わせるからね。オッケー。カインと訓練したんだぜ。弱点発見。ついてきて。ドジるなよ。もう一つおまけ。決まった。ヘッテ。次はどうしようかな。手加減でいいわね。次はどうすんだっけ。いいね。くらえ。弱点発見。俺から任せた。もう一つおまけ。決まった。さてその技でいきましょう。この間合いなら。私に倒せるかな。せい。これ苦手なんだよ。大丈夫か、いつき。まだまだ。仕事に遅れねえようにな。弱点発見。親玉打ち取ったり。俺のとっておきだ。受け取れトーマ。いいか。なんとか倒せた。ありがとう君たち。あれ、よく見るとあなたはもしかしてトーマの知り合い。畑中八草さん。この業界じゃ知らない人はいない超敏腕プロデューサーだよ。今回のライブの仕掛け人でもあるんだぜ。お会いできて光栄です、畑中さん。名前だけ一人歩きしてる感じだな。まあそんな大した人間じゃないよ。どう、何が起こってるんだ。106で騒ぎが起こって逃げ回ってたら。なんて説明したらいいのか。この場所から出られますから。あ、おう、わかった。
イツキ、近いぞ。ま、負けねえからな。すべて焼き尽くす。弱点発見。自信はないけど。ありがとう。俺に任せて。みんな気をつけてね。セッション行けるぜ。逃がさないんだから。これ始めよう。頼んだ。任せろ。いいぜいいぜ。どうすれば。大丈夫だ、俺がついてる。その技でいきましょう。しびれろ。この日を逃すな。セッション行きます。大成功。仕事に遅れねえようにな。あれあれ、私に倒せるかな。あ、いいわね。その調子だ、いつけ。うん、ありがとう。油断するなよ、トム。わかってるって。おお、聞いたぜ。結構手ごわいかも。よし、私のやりさばき。まずは次。任せろ。すげえ、俺たち頑張った成果が出ると嬉しいよね。敵が現れたぞ。敵の気配は消えたようだ。敵が現れたぞ。戦いは回避できたか。俺が力になる。行くぞ。おい、見ろ、あそこ。お姉ちゃん。待て、翼、一人じゃ危険だ。でも、いつき君、お姉ちゃんが。落ち着くんだ。焦っても綾葉さんは助けられない。ごめん。あんな姿になったお姉ちゃんを見てたら、キリアさんのこととか、いろんな気持ちがごちゃごちゃになっちゃって、つい。そっか。ねえ、いつきくん。小学生の頃、今と違って、私がちょっとだけドジだったの覚えてる？今と違って？うん、それがどうかしたの？ああ、それで続きは？たまに私がドジして落ち込んでると、お姉ちゃんが誘ってくれるの、一緒に歌おうかって。そしたら、落ち込んでた気持ちがどっか行っちゃって、お姉ちゃんと一緒に歌いながら笑っちゃう。だから、もしミラージュがお姉ちゃんを操ってこんなにひどいことをさせてるなら、私は絶対に許さない。
その様子なら心配いらないな。心配って、もしかしたら翼は綾葉さんと戦えないんじゃって思ってたんだ。もちろんお姉ちゃんと戦いたくなんてない。だけど私キリアさんや舞子さんから託されたんだもん。だから私の手でお姉ちゃんを助けたい。今度は私がお姉ちゃんを笑顔にしてあげたいの。翼ならきっとできる。俺も協力するから。俺たちにはもう一人心強い味方がいるし、きっとうまくいくさ。なあトーマ。ああもちろんだ。絶対お姉さんを助けようぜ翼ちゃん。いつきくん、トーマくん、ありがとう。ひとまずは安全か。くっ。